93.0 AM 1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家の0時でございます。剛です。さあ今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分まで生放送でございます。お願いいたします。はい、今日はね、はい、吉本の社員さんがあお願い事しにここに来たんですよね。あ、ね、我々に。君がよくモノマネやってる、はい、河野くんですか。そうですね、マネージャー河野っていうね、中川家とコントで何回か、はい、やってますけど、ね、やりましたけどもね。はい、パワハラ社員の。あ、パワハラ。多重人、多重人格で同じ。もう、ほんまに。ありえないというね、話をしてたんですけども。うんうん。大丈夫なんですね、もう今は。今はもう全然大丈夫。もう、彼も穏やかになって。そうですか。え、もうそんな、おい、なるてんのな、おら、やんしょく、あ、どうも、中垣さん、こんにちは、どうも。怖これがほんまに、この間で来るからね。すごい人なんですけどね。もう穏やかですから。貴重なね、存在ですけどね。貴重な、そうですね、もう、昭和が残したみたいな。そうですよね。感じの、ね。昭和の名優みたいな、ね。名優。懐かしさも覚えるぐらいのね、感じですけどね。そうなんですね。そうです。来てくれまして。ある仕事。まあ、ラグビー関連ですね。の仕事ですよね。そうですね。うん。また、これはまた、後々ね、うん、また発表しますけども。そうですね。まあ、発表するほどのもんでもないのかな。いや、そんな、大げさなことでも全然ないんですけどね。まあ、ラグビー勝ちましたね。勝ちました。よかったですね。サモアに。28対22って言って、危なかったですね。まあ危ないですけど、まあ最後の、まあ5分ぐらいでしょ。だから全然、まあまあ安心しては、まあ見ましたけどっていうか、僕はもう寝てしまいましたさ。僕も見れなかったですね。知らんま寝てて、朝やったわ、気づいたら。そうそう。今日の朝まで大阪いましたからね。そうそうそう。昨日ちょっと遅かったんで、仕事がね、止まらないといけなかったんで。そう。で、ラグビー見よう思ったんですけど、そのまま寝てましたね、テレビついたまま。で、朝もパチンって目が覚めて。ピタッと6時に目が覚める。なんか起きた時に、うんって目がちっちゃくてさ、はい、顔シワだらけになってさ、ああいうのがなくなってね。うん、最近。起きる時に。うん。うん、パンって開くのよ、目が。もうそのままやねん。そのままカバン持って出て行ったもん。家。ホテルの部屋を。ホテルを。ええ。もうすぐ起きれるから。もう閉じるとか、遅刻とか。ないか、まずないな。もうなくなったもんね。うん。二度寝がないんや。二度寝ない。ない。でも目覚まし4時先起きるっていう。先起きる。電話セットしたんですけどね、ホテルの。もうなる前にもう。ね。うん、こっちから解除をしたと。さすがにでも4時はやっぱきついな、まだ。きつい4時はちょっと無理かな。知らん間にやっぱ僕もアラームは消してました。で、結局見れずに目覚めたら7時10分。7時10分。あ、そうですか。はい。ちょうどいいもんね、新大阪行くまでに。そう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 。そう、だから一昨日から大阪で、はい。うん、泊まって、うん、で、昨日ですか、うんうん、トップオブ、ナンバーグランドカ月、ね。ナンバーグランドカ月ってね、はい、安友と一緒に、まあ他若手も出るんですけども、はいはい、それをやりましたね。やってね、でもあかんなと思いますよね。んみんな俳優さんとかも泊まりの仕事とか多いじゃないですか。うんうん、じゃあなんかご飯食べに行って、うんうん、なんかショッピングして、うんうん、でなんかちょっとどっか寄って、うん、なんかちょっと京都でも行って、みたいな、あみんな話してますやん。はい、芸人って意外と閉じこもってますよね。意外とうろうろせえ。うろうろしないですよね。僕もしない。ずっと部屋おったわ。部屋おったホテルのね。昨日なんかもね、夜もあるし、うん、まあ、2ステージもあるし、はい昼、夕方、ほんで夜、うん、昨日3回あって、その間ホテル帰るんですよ、僕は。うん、で全然喋らへん、一人やから。うん、で昨日、一言だけ、一言だけ喋ってしまったが、自分でびっくりしてんけど、うん、もう秋かーってこれ、フェアで。それしか喋ってない。一人ごと、ね、で、秋やし、服でも買いに行くか、言うて、一人ごと言うて、服買いに行って、久々なんですけどね、服とか、そんな、その、買いに行った、それ今着てる、ね。しかも店員呼びつけて、喋、うん、ってへんから、喋らなあかん思って。どういう感じがいいですかねみたいな。お、普段そんなこと言わへんのに。そう言わへんのに。もうちょっと、変わったことしようと思って。はい、はい。こっちからどんどん行こうと。あんまりもう黙ってるから。黙ってるから。変化が欲しい。このパンツと、どれが合いますかねみたいな、うん。
で、これとこれなんか面白いですよって、あ、出たって。あ、ほんまに言うんやと思って。面白いって何と思いながら。確かに。で、その面白いの、もう、その人に言われるがまま、これ買ってきて。それ。これです。うわ、おもんな。おもんな。これ。面白いって言ってたやんね、店員さんが。これ店員面白いって言っててんけど。何にも面白いね。別に普通に、シャレてるやん。普通カーキのパンツに。ね、すごい、こうやってやってたね、店員さん。手で口を押さえて、面白いんですけど、これなんかどうでしょうって。そのまま、あ、じゃあそれください、言うて。そのまま来てきたんです。いや、ええのはええけど、店員さん、別に面白くはない。もうなんやな。何をもっと面白いんでしょうね、あのアパレル。セーターみたいなのがあったんですけど、はい、それはちょっと早いですよね、って言うて。あ、時期的に。時期的にね、とか言われながら。そこも面白いポイントながら分からん。ナンバーパークスでね。一人で。すぐ近所や、パークスね。あ、行って買ってきて、それ。ちょっとオーバーサイズなんですけど。ああ、言って。そういうのがね。言われながら、服買いましたよ。もう、そんな、それぐらいですね。あとちょっと喫茶店に行って。ああ、行ったぐらいか。タバコ吸える喫茶店がいっぱいありますから。あの辺りね、ナンバー界隈はね。そうなんですよね。そんな感じ。何が面白いね、思って。あれ、よう言うよね、店員さんね。面白いとかね。あとなんか、うん、言ってたかな。うん、これとこれ合わせても、うん、なんか、大丈夫だと思いますとかね。ああいうのなんかマニュアルあるんですかね。どうなんやろね。その、ファッションに長けてる人はそういう感覚なんやろね。で、試着室入ってね。入って。うん、で、覗いたらいなかったですけどね。なんで。あれ、ほんと不安なんですよね。不安あるな、あれ。ありますよね。うん、でも、いいです、袋とか、とか言って。あ、言って。そのままもらえます、言って。まあね。硬い紙袋に入れようとするから、いいです。で、札、切ってください、ね、言って。すぐ切るんで、みたいなことでね。あ、言って。ああやってでも楽しむんでしょうね、買い物好きな人はね。そうよ。店員さんとこう、会話しながらっていう。うん、喋ったりね、女性なんか特に、そうやんね。うん。で、女性なんかそっから喋るだけ喋って。買わへんとか。そう。ようできるな。平気やね。平気やな。これは、ネットで申し込んで、買うから。うん、ああ、ネットで、ね。服屋さんで見て。ああ、実物をね。そうそう、実物を見て、ネットで申し込んで買うとかさ。うんうん、あっちの方が安かったとかさ、そういうのを瞬時に考えるわけ。だから女の人の買い物は長いんです。長いんか。もう俺なんか一直線やからね、服屋さん。もう買うとは決めてんよね。もう買うと決めてるから、うん、もうそれ以外何にも入ってけよ。服見ながら、バッて言ってるからね。でもちょっと冒険したいな。店員に喋りかけるっていう。喋りかけるいうのをちょっとやってみたんですけど、うん、面白いという言葉、ねえ、にはそういう言葉が出てきましたけども、そういう表現すんねやとかね、あえて勉強になりますよね。いやね、確かにそうやわ。喋らない、普段喋らない人と喋ってみるとかね、うんうん、そういうことをね。まあね。やってみるという。はい。短かったらタクシーの運転さんとかもね、僕らやったら。で、あえて、その混んでる食堂に入って、一人で。もう行くの？ちょっとやってみましたけどね。意外と食べるな、あの女の人とかね。言いながら、めっちゃ食うやんと思って、追加注文してるやんとかね。キョロキョロしながらね、一人ご飯でしたわ。いや、すよともこがネタ合わせするから出て行ってって言われて。なるほど。冷たと思って。いつもね、楽屋で一緒にご飯食べるのに。そう。だからもう一人ですよ、はい。しょうがないから一人で、定食屋さんに一直線ですよ、本当に。後輩を誘ったりはないですか？よう誘わんねん。あ、いや、そう、もう年々。うん。やっぱり断られる怖さ。なるほど。これがやっぱ一番、やっぱりね。なんかほんで何喋っていいやら。うん、もう、今更ね。うん。だって言うこと大体もう自分でも思うやん。もう分かってるやん。どう最近っていうのね、うん。そのもう質問もされてもな。そうやね。雑なふりやん、こんな。雑なふりやん。言われた方やったしね、我々も。そう昔はね。せやからで、なんか答えてもしょうがないやろと思ってたし、やっぱ相手もそうやって思ってるんちゃうかなっていう怖さ。頭パンパンなってやな。結局誘わへんねんな。本当にね、そうね。昨日も誘われへんかったな、誰も。
ああ、キョロキョロはしたんですけどね。あ、一応。うん。あ、誰で、モンスターエンジンの大林くんが財布持ってうろうろしてたから、うん、あ、と思ってんけどね、うんうん。そのまま帰ってきましたね、楽屋に。あれ行かへんのかいと思って。でもな、食べたんかな、食べた後かな、食べる前かな、財布持ってうろうろして、帰ってきたとこかな、考えてるうちにもう1時間経ってるからね。うん、いや断られたもんね、僕も二丁拳銃の修二君に、うん、ちょっと昼、あ、すいません、あ、もうええっていう聞きたくない、聞きたくもない、それ以上聞きたくない、聞きたくない、もう振られてるから女の人に振られた時と同じような感覚やね、感覚あれ、いや、ね、何とも言えんよね、あの断られた時、かといってね、清志郎も言ってましたよ昨日は、はいはい、清志郎行きましょうよなんて俺よく言わんしやね、確かにね、いや、絶対連れて行ってくれるはずやねんけど。すごい店一回連れて行ってもらいましたけどね。いや、お昼やんな。お昼のランチに8000円ですからね。8000円のランチやで。でも、刺身なんか、うん、滝みたいな氷、そういう演出してんねん。あ、もう、ああ、はい、器がね、器というか。あの、滝になってる氷で、その上に刺身が乗ってんのよ。うん、何それ。剛君見てこれ。うん、中島スパーランドみたいやなって言われて、お、来たと思って。お、来た、いや、来たやないで、ね。お、来たやないの、ほんまですねって言われて。ほんまですね、とか言いながらやな。なんやねん、お、来たって。失礼やな。昔の話をね、いろいろしてくれはったりして、まあ楽しかったですけどね、うん、もうでも自分から先輩誘うっていうのはなかなかよさそうなでも先輩は待ってはるんちゃう、でもな。そうかな。この方、ラジオネーム、オパールさん、つよしさん、そろそろ若手との触れ合いが不足してるんじゃないですか。エルフや、イグジットと洋服の買い物行ってきて。あ、エルフとちょっと行ってきてよ。何や何がええか、選んでもらっていいや。いや、もうそんな、気使うわ。ご飯は今だしも。いや、まあ、後輩と服買いに行くってな。そっか。服買いに行くからついてきてくれっていう。いやでも喜んで行くんちゃう、うん、後輩やったら服買いに行くだけやったらあかんやんか、それやっぱりもうな、やっぱこう、ご飯もついてこなんか、ちょっとご飯行こうか言って、うん、って言ってもらう、そうやってどこ連れて行くよっていう話や、それもな、うん、そんな怖いわ、もう怖いこと言わんといて、それ怖いよな昨日もトップオブはい、ナンバーグランド花月、うん、打ち上げあったんですかあれは。いや知らない、俺も分かれへん、君あのと、うん、一番に帰ったと思ってるやろ昨日、あ俺終わってから、うん、終わってから違うて、一番やの俺、違う、モンスターエンジンの大林くん一番です。早っ。嘘やん。もう俺階段、NHK の階段登ってる時にもう帰ってたからね。うん、大林くん。早っ。早いのおった思って、ね。早いやつおんねんな。おんであれなんか知らん。競争してまうな、そういう人おったら。うん。早う早う帰る競争やろ。そう。俺が一番やん、みたいなね。そう。俺ようやってた大阪の東野さんの番組で、東野さんと俺でいつもなんかどことなく競争して。あ、そう。な、もう新大阪の方もばったり同じ時間にやる。なんでそんな早く帰るんですかってよく質問されるじゃないですか。うん、うん。分かったんです、僕、うん。切り替えなんです。あ、異色な場所におったから、はい、切り替えないと、うん、頭がおかしくなるんです。僕これやっと分かって。そう、あ、どっかで、そう、無意識にそうなってんねんね。だから早いということは。うん。うん、だから、向いてないね、うん。この世界に。そんな早く切り替えて、普通の人間に戻りたいんかっていうことやわ。そうやわな。そうです。ほんまやったら、ぐだぐだ喋って、あそここうやったな、ああやったな。そうそう、ああやったな。あそこ滑ったな、受けたな、言うて。うん、なあっていうのがあるはずやね。な、うん、ああ、そうなんだ、うん。もうすぐ帰って切り替えたいっていうことは、この世界が。向いてない。今ですか今。さっと切り替えたいねえ、50過ぎて、うん、余計にな、そんなことなんのかも、そうですよ、ね、昨日すごかったですね、トップオブ、はい、もう覚えられへんのこれ、トップオブナンバーグランドか月、トップオブナンバーグランドか月ねえ、うん、年に1回ぐらいかやってるのね、そうですね、うん、お客さんも立ち見入っていっぱいでしたよ、そう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 、でもありがたい話ですよ、うん、僕らの仕事ってほんと特殊ですよ。僕昨日帰ってからいろいろ考えてたんですけど。改めて。応援ってね、応援される仕事ってね。いやまあ、そうね、確かに。特殊やと思うわ。何を研究するわけでもなく、何を物作ってるわけでもなく。そうやね。ね、あちこち、アクセク、走り回ってるわけでなく、楽屋でじーっとして、ね、舞台10分やって、3、4時間休憩して。応援してますよ。ありがとうございます。何の仕事やって。
や、ほんまね、冷静に。あのコンビ嫌いや。ああ、嫌いでいいですよ、別に。僕はあなた嫌いですから、とか、急に切れてみたり。アホみたいな仕事してんな思うわ。ありがたいわ、感謝やわ。いや、ほんま、ね、笑ってもらってやで。そうね。うん。いや、ほんとほんと。ね。もう全然思いますわ。手なんか振ってくれてね。手振ってくれて。ねえ、中川家ってうちは作ってきてくれて。作ってきてくれたな。そう。おばちゃん3人が。3人。それ作るのもな。そう。うん、そんなありがた話やで。だからもうな、僕ら何気なく出てる時あるけど、正直言うから、うん、だから皆さんはね、やっぱり一大イベントとしてそれがメインでね、その日の一日が動くわけやんか。漫才見に行こうっていうので、応援される仕事やで。いや、まあそうよ、不思議な仕事ですよ、まあ、ほんまに。ほんとちゃんとせなあかんな。ちゃんとせなあかん。ちゃんとせなあかん。そんな顔すぐ切り替えて袖帰ったりしたらあかん。昨日ももう言われてましたわ。僕らやっぱなんか書いてましたわ、ツイッターに。書いてたな。すぐ顔切り替えてる。テンダラーと中川家って。ね、お客さんが見えるとこはニコニコしてなんかすぐ切り替えるから、ほんに、俺なんか上着脱いでたってそこも見られてるからね。もう袖へっこむ前に脱いでんねん、うん、上着を。だからもうあの、アンパンマンショー見に行っても、アンパンマンがこう、上、うん、頭パン外すようなもんやで。あ、そっか、帰ってる途中。途中で。見えるか見えんかとこで。見えんかとこで。あ、それはあかんわ。一応な、夢売る商売でもあるやん。そう。な、気ぃつけなんか。そう、気ぃつけなんか見てるで。いやー。応援っていうことやが、やっぱり見てるわ。さすがに。まあね、皆さんね、そういうとこ細かいとこもね。うん、で、出て行った後、あの、サインください言うたら無視されたとか、よう、レイジ君書かれてますよ。聞こえてんのに無視しやがった。ごめんさん。ごめんさん。正解でしょ。正解正解。昨日もせん、ね、聞こえてないふりするからね。昨日、あーって言われて俺下向いて走ったもん。なんでそんなことしてんねん、走りながら。なんで。寄って行ったらええやん。そうやねん。どうしたどうしたって。そうやねん。後で後悔すんねん。そうでしょ。なんかちょっとでも、そのね、これやっときゃよかった。ホテルまで帰るのに、うん、泊まんのが嫌なんでしょ、ピタって。そう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 。まあ、それもある。俺、それわかんねんけど、なんでやろうね。なんかずっと流れておきたいねん、生活。もうずっと。なんか立ち止まんの、いや、立ち止まんのが嫌やねん。だから信号も嫌やし。うん。うん。だからほんま切り替えたいねんね、それ。あら、そんな、昔はそうでもなかったよね。そうやね。昔は、全然、もう、キョロキョロしてたよ。結構おらんかなって、うん。そうそうそう。うん。あれ、誰もおれへんな。もっと、頑張らなあかんな、とか。そう、あったでしょ。そんなこと普通に思ってたけど。うん、で、次、声かけられた、かけられたり、嫌やって、そんなな、わかんまんな、贅沢な、この芸人風情が。ほんまやね。って、自分でもそれ言い聞かす。ほんま、そうでしょ、お前みたいなやつが。偏差値めく高校出て、お前、なんとかこの世界引っかかって、えありがて思ってんのか、お前って、自分に言ってる時ある。あるある、あります。新幹線も偉そうに、お前、ゴリに乗してもたい。ね、ね、おしぼりもらう時、どう思え、何言っとんねんとか。あるよ。あるよ。そう、もちろん自分に言ってます。毎日言ってます。お前みたいなもんで、俺、あの、玄関、家の玄関で言ってますよ。お前みたいなもん、お前、こんなとこ、家の玄関、何、家を買う。お前がおめえそんな東京におるぞお前ギリギリ高校受かったくせにお前みたいなもんがみっていつも言い聞かせます。いや、そう、それはやってるわ。その作業はやってるんだけど、せめてね、それぐらいはやらんと、うん、やってます。だからもうほんまに声かけていただいて無視した人すみません、ほんま常に反省してこうやって自分に言い聞かせて、言い聞かせすぎて落ち込んときなるもん。不思議な仕事やね、これ。ほんまに。面白かったですね、って言われたら、あ、そうですか、ダンス、みたいな。偉そう。偉そう。偉そう。そうで喜ばんじゃえ、言って。ありがとうございます。どこが面白かったとかね。うん、ちょっと俺は喋ってあげればええのになって思うわ、自分で。いや、それやっぱり最たる人はやっぱさんまさんやな。あの人やっぱり、その、新大阪でやっぱファンの人と喋ってるもんね。うん、いや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 、ファンじゃなくても喋ってるよ。おかしいやつ。何や言うて。何や喋りかけてきといてとか言うてるよ。あ、向こうがもう飽きてもらう。飽きて。自分喋りかけてきたんちゃうんかいな言うてるよ。名古屋あたりで。50分も喋ってた。そうよ。すっごい喋るから。新大阪から。でも、まあ、ぐらいな方が、ええねやろな。そうですね。何やろな、この感覚というのがね。切り替えたいんでしょ。
いや、まあまあ、そう。やねんけどな、別に。うん、だから切り替えたとて別に何もないやん、いつも言ってるけど。もう切り替えたらあかんねん。あ、もうずっと。ずっと家。舞台上みたいな感じ。家一歩出たら。外出たら。家はええねん。家はええねん。家一歩外出たらもう切り替えなあかんねんな。うん、切り替えの遅いねん。ああ、なるほど。うん。あ、そうか。切り替えれへんもん。俺なんかもずっとそのままやもん、もう。ずーっと一緒や、どこでも。別に、誰が、何であろうと。ギリギリまで。ギリギリまでずーっと一緒やから、そのままや。いざ出てきても、もうそのまま。そのままです。作るっていうのが、なんか、もうよく意味がわからへんから。まあね、まあね。ただ体がぐったりしてるから、やっぱ作ってんねやろうなとは思うんですけどね。まあ、自分の中でね。いや、それやっぱ出ていったら、やっぱ受けなあかんとかっていうのはあるやんか、それもちろん。うん、だからそ見てみたいのよね、客観的に自分を。あ、もう一人。で、出るところを、顔変わってんのかなとか。まあ、帰るとき顔変わってるとは、昨日の言われてますから。はいはいはい。それはバレてますけど。うんうん、はい、うん。でも昨日、あの、高島屋のデパ地下で、豊さん見たけど、生き生きしてたで、焼き鳥屋の前で。目パッチリ開いたけど、あれ、舞台でもこんな目開けへんのにな、思って。開いてこれとこれとってあのまあ口の動きだけど分かった、これとこれとって3本か4本ぐらいこうってこうってました。あとおにぎりとね。おにぎりと着いた時むなしよな、部屋に。そう、あれ嫌やろ、冷蔵庫になんかしまっていって自分で、そう、もう帰ってきたら食べるやつやとか言いながら。で夜ね、昨日も夜遅いから、そのあの2回目ね、あの夕方終わるから、そっから高島行って、我々はもう食材を買うんですよ、いろいろ。そうそうそう、高島行ってそれ買って、うん、ね、もう指もちぎれそうになるぐらいもういっぱい買うて、冷蔵庫、冷蔵庫情けないよな、あの時の自分な。見てほしくない、見てほしくない。夜の分言うて言いながらね、うん、そう買ってますわ。で洗濯ね、乾燥してんの忘れて、大きっぱなしって言ってガチャって開けたら、うわ靴下やった、あそうかっていう、ペロンってね、ドラム式の上に持って、怖いね、このまま行ったらもう忘れんちゃうかと思って、いろいろ充電のこの携帯の充電も今日朝忘れたから、一回ホテル戻ったからね。あ、忘れたか、忘れてホテル戻ったりとか、もう嫌な、なんかね、あのね、なんか行ったり来たりがなんかね、うん、まあな、もっとアクティブにな、なんかちょっと誰か会いに行って、まあ、ちょっとなんかこう軽く運動するとか、うん、だからそういうのね、昨日やってたもんね、うん、番組であの木梨さんとね、のりさんとひろみさんとふみやさんの番組でいろんなとこ行って、うん、なんかもうバーベキューしたり、うん、なんかもう所さんとこ行ったり、車乗って3人でみたいな、うん、アクティブな番組やってたわ。ああ、だから暇、うん、を潰すのが上手なんですよ、あの年代の方々は。やろうなぁ、ほんまに。で、遊びで遅れたら怒んのよ。仕事で遅れて怒らへんの。あ、なるほど、そういうのはね。そういうのあるんですよ。あ、ねえ、それ考えて、ちょっとつもり。だから、今度、うん、あの NGK で言って、若手に、うん。おい、ちょっと行こうか、みたいな。行くやつってやってみて。見てみたいから。怖っ。集合って言う。集合って言う。やってみて。え、ちょっと行ってみてよ、ご飯でも。で、写真撮って、インスタ上げて。なあ。想像しただけでも恐ろしい。やってよ。昨日なんかおったやろ、米田2000とか。誘ってみてよ。米田2000って。うわ、入ってくる。バーンって開ける。あ、びっくりしたってなるわ。あ、そうなるわな。びっくりしたとか、そんなんどうでもええねん。行くぞ。うわ、うわ、こう。やってみて。いや、もう、絶対嫌われるわ。いや、嫌われへんって。そんなことしたら。で、写真撮ってくる。ね。で、インスタ上げるという。何やねん、そのミッション。行ってきたよっていうの。やってみてよ、ちょっと。いや、ほんま、もうでも、せなあかんねやろな、せなあかん、せなあかん。ほんまに、せなあかん、せなあかんで、ね、やってやろうなら。で、俺は先輩と行くから。あ、そっちの方が楽やんか、先輩と行こうが。清志郎とかやで。ああ、ちゃうわ。清志郎行きましょう。うん。あ、俺そっちの方がいけるわ。ええー、嘘。俺先輩の方がいけるわ。ほんまに。言える？言えるよ。あのザ・ボンチのマサと一緒に電話して、野球行きません今度って俺言うもん。あ、そう。よし、しゃあない子がええな、言ってくれる。うわ、そう。うん。だから、先輩の方が、楽やわ。だからほら、もっと、イグチットとか行ってよ。イグチットのとこに。ちょっと髪切りに行こうかって。なんでてっぺんはげてるおっさんが。
普段粉振ってるおっさんが髪切りに行こうか、ちょっと服買いに行こうかとかやってみてよ。だって言うのは先輩やで。俺先輩行く。先輩清志郎。いや清志郎もそうやけど、清志郎服買いに行きましょうって目向きあるわな。なんとなく想像できるけど、ほんならさんまさんとか一回誘ってみる。いやそれは無理なんでよ。無理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 。さんまさん無理。こいつ打ち上げもけえのなんでなんで誘ってきたんやみたいな。無理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 。一回でもほんま。だから、うん、なんとなくわかるよ、向こうも誘ってんねやろなみたいな雰囲気の時にこう、うん、なんかそっと逃げてまうやな、あれなんか、いや悪い癖やな、なんかね、うん、なんかよくわからんわ、もう自分が逃げたり近寄ったり早く帰ったり、うん、なんかね難しい。舞台の袖ギリギリまで嫌やからね、俺出んの。ああ、もうギリギリ。うん、音鳴ってんのに。うん、出囃子鳴ってんのに。ふわーって思って出て行ってるからね。何やろ、この感情と思うよね。やめたらええのにと思うんだけど。せやねんな。誰も追ってくれとは言ってないからな。せやねん。これほんまに。うん。なんかね、なんか不思議でしたわ。不思議な、なんかね、世界はね。うん。ほんまに。そうなんですよ。ねえ。いやいや、ほんとほんと。ねえ。困った話やな。困った話ですわ、うん、本当に。まあちょっとずつね、いっぺんにやると引かれるから。そうなんですよね。まあまあまずは普通にお昼ご飯をね、後輩と食べに行く。このここ今なんかあるやん、キングオブコントのファイナリスト。ああなんかね決まったよね。これあの上から順番に誘っていって。なんでやれんな。週に1回全員知らんわ。やだんぐらいやろ知ってんの。日本の社長とか。日本の社長ね。うん。カエル亭とか。カエル亭や。ああ、カエル亭。あ、そうや。あ知ってんのはおるわな。そうやね。ああ。ただ、出番が後の方と先の方やからさ。そう、まあ、誘いにくいのもあんのよね。うん、そう、誘っても、だから、後輩は早く帰らない。そうやね。そういうのもあんね。難しいんですよ、なかなか。うん。あんまりな。まあまあ、50過ぎて、ね。自分自身を変えていきたいと。うーん、そういうのね。そうですね。ほんまに。まあ、もし誘っても断らないようにお願いいたします。そうですよ。お願いしますよ。はい。さあ、それでは2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it.Are you ready? The Radio Show! どうも、ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジでございます。ついです。はい。このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送。月曜日から木曜日はナイツと曜日帰りのパートナー。土曜日はサンドイッチマン。そして金曜日は我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島えりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東島さん、はい、後輩を誘ったりとかそういうことはするんですか？そうですね。後輩も誘うことありますけど、うん、はい、私も基本一人が多い。あ、多いですか。そうそうそう。なので、うん、あ、でも、顔が変わるというよりは、はい、会社を出ても、うん、なんかニヤニヤして歩いてるみたいで、それが怖いって言われることは。東島さん。一人で笑えなかった。だから、何終わる点やろっていう。わかんないですけどね。ちゃんと意識、まだ持ってるんですよ、家着くまでは。ああ、家着くまでがね、仕事やと。逆に緩んでるのか。もう、俺なんか車の信号待ちなんか見てられへんで、顔。いや、もう見てほしいないな。いや、もう、眉間にしわ寄ってるやん、どうせ。最後の信号とかぶっつぶっつ一人で言ってるでしょ、どうせ言ってる。前の車トロトロとかそういうの全く意味があんねん、この信号とか言ってる。信号と信号の間の信号こっちが赤で向こうが青っていうよくわからないあのシステム。タイミングの悪いね、うん、あるけどね。あ、そうですか。そうです。でも一人が好きだと、うん、確かに誘った時の相手の気持ちも考えちゃいますよね、はい、そうなんです。ちょっと無理させてるかなとか。そうですね、難しい。ここはもう難しい。どこも芸人もね、はい、何食べるからね。そうですよ。何でもいいですよ。何でもいいか言われてるの。
そうですね。焼肉結局ね、うん、なんかいろいろ鑑みて、はい、焼肉っていう答え出るよね。まあ出るね。一番なんか手っ取り早い、うん、そうですね。気使わなさそうみたいな感じする。へえ、ほんとにね。エルフさんと、ね、はい、お食事会はまたね聞きたい気もしますけどね。焼肉やったらいけそうな気がする、この間あの寿司はあかんわ。緊張したな、あれ4人ガチガチやったな。そう、思い出のねいやいやいや、もういいですか。この方、朝日さん、レイジさんとエルフが表参道でルイ・ヴィトンを買うロケ番組があったら絶対ロックが予約します。前半キー局の皆様、2時間スペシャルでお願いします。2時間迎えな、金沢の旅、エルフと、いや、わーやないねんけど、別にあの子らはええ子やからええねんけど、なんか全然想像もつかへんねん、金沢か。いや、金沢かやないねんけどね、別に行ってもいいんやけどね、別にね。はい、さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、憧れた話。さあ、先週ね、子供の頃にグラタンドリアを食べたことがない、憧れたという話をしてたので、本日は、憧れた話でメールを募集したいと思います。リスナーの皆さんから、憧れた話、ツイッター改め X でお待ちしております。メールの方は ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com まで。今週もメッセージを読まれた方全員に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚をセットにしてプレゼントします。住所、本名、電話番号をお忘れなく。ツイッター改め X お使いの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。この番組インスタグラムのアカウントもあります。番組裏側の写真などもアップしていますので覗いてみてくださいね。そして今日2時台には、はい、新日本プロレスの棚橋博史さんが生登場です。はい、お待ちしております。はい、はい、スマートフォンアプリラジコからですと関東1都6県にいらっしゃる方無料でクリアな音で聞けますのでぜひラジコも使ってみてください。はい、中川家ザラジオショー、東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。お知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。車のバッテリー買うなら安いネットで。待って、安いだけでいいの？届いてみたら液漏れしてて使えないみたいなトラブルが増えてるらしいよ。え？パナソニックのカオスなら無償交換24時間受付対応とか安心なサポートがいっぱい。うんうん、カーバッテリーネットで買うなら安心サポート付きのパナソニックのカオス。精力剤の赤ひげ薬局、精力月体早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、新宿東口 0120-450-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け使用上の注意をよく読んでお使いください。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は
0120-10-10-10-10-10-10 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。時刻は1時35分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小市さん、お願いします。はい、東名高速道路の下りは大和トンネルで事故のため5キロの渋滞です。さらに下りの伊勢原ジャンクションと秦野中井インターの間は事故の処理が終わり、通行止めは午後1時5分に解除になっています。新東名高速道路の下りは新秦野インターで12キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは二宮インターで3キロと小田原料金所で2キロの渋滞です。中央道の下りは八王子ジャンクションで事故のため1キロ。この影響で圏央道の内回りは八王子ジャンクションで13キロ、外回りは日の出インターで5キロの渋滞です。首都高速は5号線の下りが板橋本町で事故のため、東池袋までと中央環状線外回りへ渋滞が伸びています。道路交通情報センターでした。小市さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。砂糖と健康セミナー、11月16日木曜日午後2時から新宿京王プラザホテルで開催。司会は私那須恵理子です。抽選で250名様をご招待します。応募は日本放送ホームページをご確認ください。ショーアップナイタートゥデイ、この時間はサミー、イエローハット、NTT 東日本がお送りします。時とはみますで間違えたよ。はい、どうも、私 DJ ラオです。いやー、スマスロ北斗の件ね、初代完全復活ということで私も現在大忙しです。豪勝派豪勝派、さっさと豪勝派。あ、避けられた。皆様、ここで選手の交代をお知らせいたします。タイヤとオイルを交換したくてイエローハット、背番号16と背番号80合わせて1680、つまりイエローハット。以上になります。イエローハット。それで大輝の君の人事の件なんだが、実は下から心機一転してほしいんだ。いいよな。重要なリモート会議は高速で安定した光回線で。ご相談ください。 NTT 東日本。ショーアップナイタートゥデイのお時間です。今日行われるプロ野球の試合の聞きどころを日本放送の実況アナウンサーに教えてもらいます。日本放送では今日は夕方5時30分から DeNA 対阪神戦をお送りします。この時間、煙山光則アナウンサーにポイントを伝えてもらいましょう。煙山さん。はい、今横浜スタジアムにいます。はい、セリーグは阪神が優勝して広島もクライマックスシリーズ進出を決めました。あと今日 DeNA は勝つか引き分けでも、クライマックスシリーズ進出が決まるという非常に大事な一戦ということになりますね。で、今日が DeNA と阪神のレギュラーシーズン最終戦なんですが、ここまで DeNA11 勝、阪神13勝で DeNA 結構前線してるんですよ。で、この2チームがクライマックスシリーズファイナルステージで対戦する可能性もありますんで、ちょっと前哨戦の匂いもあるということで、阪神が現在 DeNA に4連敗中ですから、最後のこの一戦は勝っていいイメージでいきたいというところもあるのかもしれません。先発は DeNA が石田、阪神が青柳です。山本昌さんの解説で5時30分からお送りします。お楽しみに。はい、実況担当煙山光則アナウンサーでした。ありがとうございました。夕方5時30分からの DeNA 対阪神戦、お楽しみに。アナックスニッポンエクスプレス。良い選手を集めるのではなく、良いチームを作りたい、そんな思いが彼らを大会ごとに強くする。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit. 日本エクスプレス。イリミツのスマホアプリドライブオン。ガソリン給油はちょっと手間ですよね。ドライブオンがあればさっと給油、サクッと決済。スマホ一つで給油量の設定からお支払いまで楽々。全国のアポロステーション、イデミツ、シェルの加盟店で使えるスマホアプリドライブオン、今すぐダウンロード。
バナナは1本ずつビニールで包んで冷蔵庫に入れると傷みにくいということはあまり知られていないが、オープンハウスグループがマンションを分譲していることもあまり知られていない。実は23区マンション供給棟数ナンバーワン、オープンレジデンシア。ショーアップナイタートゥデイ、この時間は日本エクスプレスホールディングス、出光興産、オープンハウスグループがお送りしました。うどうじみこ、うどうのラジオ。お休みのうどうさんに代わってこの方が登場、神田愛香です。うどうさんを見習って全てをさらけ出します。ただ結果としてポカポカの放送になるかもしれません。ご了承ください。神田愛香さん登場のうどらじは今日午後3時半から生放送です。ここで停電に関する情報をお伝えします。東京電力パワーグリッドによりますと、現在東京都八王子市内でおよそ2240軒、豊島区内でおよそ430軒が停電しています。東京電力によりますと復旧の見込みは立っていません。状況の確認に努めています。以上、停電情報をお伝えしました。中川家のレイジです。剛です。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうというコーナーでございます、はい、先週作りましたレトルトカレー、ヒーハーカレーのラジオ CM、 お聞きください。どうぞ。日本のカレーは辛くない、大丈夫。それでは食べてみてください。あれ、うんうん、おう、ヒーハーヒーハー、辛いヒーハー。インド人もびっくり、汗が止まらない。食べてみてください、レトルトカレーヒーハー。小杉でした。全部やってくれたやん。でありがとう。いや、ごめんね、小杉、ほんまに。ありがとう。全部やってくれたんや。うわ、すごい。どこで取りに行ったやな、あの忙しい男。へいやすごいね。本物のヒーハーやから。いやね、いや、ほんまよ。最後の良かったですね、小杉でした。あ、いいです。やっぱりね、うん、芸人さんはうまいね。うまい。やっぱりこの思った通りやってくれるよね。やって、そうね、イメージ通りね。そう、うん、そう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 。いやー、まあ、ありがとう、まさか本当に。まさかね、最後の俺ヒーハーぐらいやと思ったんやけど。そうやね。まさか全部ね、インドの人とね、普通の人の声と使い分けてやってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今週はですね、7月から9月に作ったラジオ CM を振り返りましょうということで、うん、リスナーの方も来てますね。にゃんこピースさん、神奈川県山都市の方、美味しくてごめんそうめんをリクエストします。あ、ジョイマンがやってるところがメニュー感で好きです。ああ、じゃあこれ聞きましょうか。はい、聞きましょう。はい、お願いします。Here we go, come on. Here we go, come on. そうめん、そうめん、部屋一面だし麺。美味しくてごめん、誠にすいません。なんだこいつ、つるつる食べれる、つるつる千羽つる、おいしくってごめん、まことにそうめん。あ、いいなほんまに。絵に浮かぶもんね、なんかやってそうやもんね。やってそうね、うん、確かにね。そう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 、ね、もうあれ聞きたいな。何、香水。あ、ええ女ドゥパフューム。うん、あ、これはもうそうですね。はいはい、じゃあ聞いてみましょう。どうぞ。魅惑の変身、どんな人も振り返る、この香水で街を歩けば、うん、エオナ・デュ・パファンエオナ・デュ・パファンエオナ・デュ・パファンうくさ。え、社長自ら、ね、社長ね、日本放送の社長自ら、うん、ね、
このネイティブな。いや、いいですね。フランス語。ちょ、もう一回聞かへん。もう一回聞きたいわ。You wanna do perform? 魅惑の変身。どんな人も振り返る。この香水で街を歩けば。エオナ・デュ・パフェン。パフェン。エオナ・デュ・パフェン。エオナ・デュ・パフェン。パフェン。パフェン。うくさ。え？なんかもう社長が言われてるみたいになってる。くさってな。いや、いいですね。いや、いいですね。うん、改めてね、こうやって聞くと。うん、そうやね、面白いね。さあ、今週はここまでで、はい、また来週も、振り返りやってみたいと思います。はい、そうですね。あ、受付メールアドレスですね。ngk@1242.com、ngk@1242.com、懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜなら、キャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在、リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここでガリバーからのお知らせです。突然ですが、愛車を高く売りたいとお考えなら、ガリバーにご相談ください。愛車との別れ、様々な思い出が蘇り、少し切なくなりますよね。愛着があるからこそ高く買い取ってほしい。お電話でお車の車種と年式、走行距離などを教えてください。おおよその査定額がわかります。 0120-66-4747 66-4747。 まずはお電話ください。中古車買い取りはガリバーにお任せ。以上、上柳雅彦がお届けしました。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい、また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。寒川町で秋のミニ電車祭りが10月9日スポーツの日に行われます。大正11年、相模線の支線として開業した西寒川支線は昭和59年に廃線となりました。その後40年が経とうとしている今、創業当時のレールや枕木がおよそ180メートルにわたって残っています。今回はこの貴重な線路が残っている寒川町の一宮公園での鉄道イベントです。当日は5インチゲージのミニ電車が走ります。見た目はミニサイズですが、しっかりとした作りで子供はもちろん一緒に大人も乗れるということです。かつての西寒川支線の雰囲気を体感してみてください。会場では鉄道模型や写真の展示、
鉄道会社によるグッズの販売、キッチンカーも出ます。事前申し込み不要ですので、当日は誰でも自由にいらしてください。西伊佐向支線は去年開業100周年を迎えたということです。鉄道ファンや歴史好きの方におすすめです。10月9日の祝日、寒川町の一宮公園で開催されます。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。年とともに体のだるさを感じる、朝起きても疲れが残っている、そんなあなたに大正製薬の指定医薬部外品リポビタンライフ、4つの厳選成分を配合したドリンクが気になる疲れに効果を発揮します。店頭では買えないリポビタン、詳しくは大正ライフで検索。時刻は1時50分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。今日午前11時40分ごろ、埼玉県所沢市の国土交通省東京航空交通管制部で、東日本を中心とする航空管制システムに障害が発生しました。午後0時20分ごろ復旧しました。出発制限を設けるなどした影響で一部の便に遅れが出ました。国土交通省が原因を調べています。政府は臨時国会を来月10月20日に召集する方針を今日与党幹部に伝えました。関係者が明らかにしたもので、先の内閣改造後初めての国会論戦が行われる見通しです。岸田総理大臣は公明党の山口代表と今日昼総理官邸で会談し、国会召集の方針を正式に伝えました。岸田総理は物価高などに対応する経済対策を来月末に策定する方針で、財源を裏付ける今年度補正予算案を国会に提出するかどうかが焦点となります。与党内には会期を12月上旬までとする案が出ています。一方、与野党には国会冒頭や経済対策決定後に岸田総理が衆議院解散に踏み切るのではないかという観測があります。次に、秋篠宮家の次女佳子さまは新型コロナウイルス感染での療養を終え、今日午前訪問先の鳥取から民間機で東京へ戻られました。宮内庁によりますと、熱は下がり体調は回復されたということです。一方、その佳子さまが11月1日から10日までの日程でペルーを公式訪問されることが今日の閣議で了解されました。今年は日本とペルーの外交関係樹立150周年にあたり友好親善を図ります。高校野球の甲子園大会で春夏通算35回出場し40勝を挙げている岐阜の大垣日大の坂口慶三監督、79歳が退任することが分かりました。学校関係者が明らかにしたもので、来月2日に会見する予定です。おしまいに、プロ野球の阪神タイガースが18年ぶりにセリーグ優勝を果たしたことを記念して、阪神電鉄は今日阪神本線で特別仕様の車両の運行を始めました。今日から3日間の日程で運行されるのはタイガース号と甲子園号をそれぞれ2両ずつ連結した4両編成の車両で、車内におよそ130枚の優勝記念ポスターが飾られています。阪神電鉄によりますと、タイガース号は黄色に黒の横縞に球団のロゴが入っています。一方、甲子園号は甲子園球場をイメージした緑色の車体で、床にホームベースなどがデザインされています。いずれの車両も通常は阪神武庫川線で運行されていますが、今回の記念運行では大阪梅田駅と高速神戸駅の間で運行されます。阪神電鉄の担当者です。皆さん、3日間しかありませんけども、ちょっとでもね、皆さん乗っていただけたらありがたいかなと思っておりますんで、はい、ファンからはこの2つの車両を阪神本線で見たいという意見が寄せられていたという。阪神本線多分撮り鉄がすごい増えると思います。普段向こう側線ですから。普段は向こう側線で、ね、はい、本線をその2車両走るということで、もう一つピンときてませんしょうがないですね。しょうがないですね。はい、しました。はい、森田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アポロステーションの出光興産。便利っち、高立地、
オープンハウス。他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。さあテーマメールね行きたいんですけど、その前に今日のゲストの棚橋さんに早々にサインもらうのやめてくださいというか、なんで、ほんまにサイン色紙珍しい、ありがとうございます、ね、もうディレクターも大ファンで大ファンですか、仕事どころではないですね。そうなんですよ、ね、本当皆さん集中しましょう ね、 ね、そうですね、はい、さあ、テーマ憧れた話でございます。この方は島根県の方ですね。メシ、私の憧れは上戸彩さんです、うん、小学生の頃のあの可愛いショートカットに憧れ、そこで親に美容室に連れて行ってもらい上戸彩にしてくださいと頼んだら顔の大きさが違うからそれは無理だと断られました私のショックな顔とあまりにもはっきりした対応に親が笑ってました。今でも小学生にそこまで言わんでいいだろうと思い出して笑っております。僕なんかね、うん、小学校の時丸坊主でね、うんうん、マッチにしてくださいっていう。どうやってできん、美容腹に行きましたけどね。美容腹に腹は何もできへんねん毛足りひんよって言われて、そのままやったよ。そうです、 あるんです ね、 ね、そういうのね。やっぱこういうのって言ったことあります、うん、女の東に。いや私逆に恥ずかしくて言えなくて。ああそうですか。写真も持って行ったりもないんですよ。あ、ないですか、うん、なんか言いますよね、たまにヘアカタログでそのタレント、ね、芸能人の写真写ってたらこんなしてくださいみたいなね、うんうんうん、ありますあります。僕らが学生の時って聖子ちゃんカットが多かったですね。聖子ちゃん、みんなこのクリクリやってましたね。横の子クリクリをやって、はい、そうでした、ね、何でしょう。さあこの方は芋栗貞子さん、福島県の方。私が子供の頃に憧れたのはホールケーキの一人食いです。4人家族だったのでクリスマスに4分の1にカットされたイチゴのケーキを食べていました。社会人になって初めての給料でケーキのワンホール食いが叶いました。あ、もちろんバタークリームケーキですよ。貧乏だったので生クリームは贅沢品でした。大人になってからね、あのチェリーもなんかゼリーで作った偽物のチェリーね、上にポツンって赤いのね、あれ美味しかったけどね、あれはあれはあれでね、だこういうのだから憧れだよね。それとカルピスですねカルピスね、最強セットね、ねちゃねちゃ、ねちゃねちゃさしながら、そうなんですよね、うん、ね、そうそう、あのレディーボーデンをこう一人で食べたいとか、そういうのまあ、それと同じような前ね、ホールの一人でよう食べたね、美味しかったよな、ね、いいですねそういうのが ね、 ね、そう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 、なんかね、もう今は何でも手に入ってしまいますから、ね、確かにね、独り占めしたいですよね。そうですね、はい。この方はイカゲソさん、小金井市の方ですね、東京。私が憧れたのは獣神サンダーライガーさんです。お、私の世代より上の方はタイガーマスクさんが多いですよね、うん、プロレスラーになりたくて何度も履歴書を送りましたがダメでした、うん、諦めきれず今でも時間があれば鍛えております。へ、中学生になる息子がプロレス好きになってきたのでレスラーになってほしいです。おお、まあ、僕らほんまタイガーマスクですよ、あの佐山さとるさんね、あ、中誰なんやろって言いながらね、みんなそうそうそう真似してましたねこの後もお待ちしています、はいはい、オイルで味付けかけてグッド。あなたはもうかけてみた？癖になる味、日清やみつきオイル。ごま油ニンニクやカレーオイル、種類もいろいろ、ハマること間違いなし。うまオイルで味付けかけてグッド、日清オイルよ。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方へ最大1300万円の給付金、もう受け取りましたか？1975年から2004年の間に建設現場で働いた方、出入りした方、運搬した方は給付の可能性があります。対象は大工だけでなく内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督などいろいろ。遺族の方も給付の対象です。大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。車検店舗数全国ナンバーワン、車検のコバーク。ナンバーワンだよコバーク、やっぱ車検はコバーク。
信頼の1600万台突破。コバックに頼めば間違いねえ。ハイブリッドカーもコバック、コバック、車検のコバック。幸せがあることを